歌手兼俳優として活躍しているイジフンが夫婦揃っての番組出演を PR した。イジフンは12日午後、自身のインスタグラムに一人ではなく二人でご挨拶しますと切り出しながら、わあ、本当にたくさん、緊張しますね。新郎新婦である僕たちの第一歩を、可愛く優しく見守ってくださるようお願いしますと綴った。投稿で共に公開された写真には、イジフンと最近結婚を電撃発表した14歳年下の日本人妻トミを背景にしたツーショットやソロショットが盛り込まれた。お揃いの黄色い長袖 T シャツを着た新婚夫婦ではあるが、新妻は横顔を見せただけで、そのビジュアルが気になるところである。これに先立ちイジフンと妻は、SBS の夫婦観察バラエティ同愉快夢に君は僕の運命の一員として合流することが明かされ、注目を集めた。14歳の年齢差はもちろん、4世代学生時外交学科を卒業した才女で、番組のキム・ドンウクプロデューサー曰く韓国人より韓国語が上手と紹介しているだけに、二人が日常でどのようにコミュニケーションを図り生活を送っているのか、その暮らしぶりにも関心が高まる。インスタグラムの投稿には、番組名をタグ付けするとともに、僕たちカップルの名前を付けてくださいとリクエストしており、番組での活躍に期待を高めた。一方、イジフンと新婦はすでに婚姻届を提出しており、10月に挙式を予定している。二人は12日に放送される同愉快夢に君は僕の運命から番組に合流する。YouTube チャンネルカロセロ研究所、水産業者ゲートの主犯者がポハンのプールビラで性接待をした中に、有名ガールズグループのメンバーがいたと暴露。キョンミナ、自身のインスタグラムのプロフィール紹介文を修正。ユシトの正確な真実と、紳士と私について勝手に判断しているすべての噂の真実。皆さんが気になっているすべて、推測している些細なこともすべて明らかにします。順番に。すべての批判や指摘は甘んじて受け、考える時間と自粛する時間を持った後、明らかにします。女性 BJ 兼 YouTuber のロボンスン、過去に男性マッサージ師を呼んで買い張るしたことやゲームアイテム2500ウォン詐欺で前科があることを明かして騒動に。